気持ちを尊重するということでしたね、についてですが、それは、結婚することを認めるということです。最初です。立皇嗣の礼が11月8日に執り行われました。新型コロナウイルス昨年から、行われていた即位礼関連の儀式、これが一連のものが終了したわけでありますけれども、そのことに安堵しております。私自身は以前と変わらず、一つ一つのことを、大切に努めていきたいというふうに、思っております。長女が今の自分たちの気持ちという、ものを文書で、公表いたしました。その、皇嗣職大夫の、気持ちを尊重するということでしたね、についてですが、それは、結婚することを認めるということです、これは憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります、本人たちが本当にそういう気持ちであれば親としてはそれを尊重するべきものだというふうに考えています。あくまで私のこう私がの主観になりますけれども、感じとしては決して多くの人が納得し喜んでくれている状況ではないというふうに思っています。で、そのことは、娘もおそらく同じ、気持ちを持っていると考えております。